ジョックストラップジョックストラップは男性用下着の一種で運動時の陰部の揺れや動きを防ぐためのスポーツ用サポーターである。日本ではスポーツアンダーサポーターと呼ばれることもある。幅広なゴム素材のウエストバンドに収縮性のある生地の極部サポートポーチが縫い付けられており、全部を生地で覆う代わりに2本の体状ストラップのみが極部ポーチ下部から ウエストバンド左右に向けて尻溝に密着するように固定されている。日本を含む諸外国より欧米においてアメリカンフットボール、野球、ラグビー、レスリング、アイスホッケー、格闘技、クリケット、ボクシング、ラクロス、陸上競技等のスポーツで使用されている。極部サポートポーチが収縮性のあるメッシュ地で作られたものが最も典型的な種類とされているが、 ボールなどから睾丸を保護するカップを収めるポケットが作られたものや、ホッケーストッキングを固定するためのガーターベルトが付いた、アイスホッケー用、速乾性工場のためウエストバンドが細く作られた、水泳、ジョギング用などそれぞれのスポーツに特化したものもある。現在の形は1874年に、当時の自転車が快適なサドルを装備していなかったため、極部保護を目的として、 シカゴのスポーツ用品メーカーバイクアスレチックカンパニーが開発し当初はサイクリスト並びに乗馬用として発売された1940年代頃はスポーツ用サポーターとして広まり一部の公立の中学高校では体育授業の指定ユニフォームとなりプロフェッショナルから大学高校のスポーツ選手の定番となったアメリカの学生文化の中で 運動に長けている学生をジョックと呼ぶ。近年スポーツ用サポーターとしての機能性よりも素材や色に特徴をつけファッション性を加えたものも発売されている。このトレンドは欧米でジョックストラップがスポーツ用サポーターとして一般的で運動選手のアイコンとして確立されたのを背景に一つの発展型として作られたと考えられる。1970年代には日本でも 大学のラグビー選手、自衛隊体育学校の学生を中心に普及し始めたが、欧米人男性と比べ一般の日本人男性の睾丸が小型で軽量なことや、陰謀の形状が比較的低く垂れることのないことなどから、日本のスポーツ界では保護カップ使用目的以外で、急所サポーターを重要視する声が少なかった。近年、アメリカンフットボール等のスポーツ留学者や NFL、 ヨーロッパに参戦した日本人選手を中心に国内でも再び使用者が増え始めている。ありがとうございます。